どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、速報ということでマリオット・ボンボイプログラムのですね、ポイントアドバンスというね、規約が変更になりましたということで、こちらの解説ね、やっていきたいと思います。先日ね、こちらの SPG アメックスがね、到着してからという動画でも話をさせていただいたわけなんですけども、ポイントアドバンスをね、利用してポイントをね、保有してない状態であってもですね、予約が入れれるということで、まあ決まっている方に関してはですね、ポイントの予約ね、入れておきましょうっていうね、話をさせていただいたわけなんですけども、こちらがですね、本日ね、規約変更ということで、もうね、メールが来ている方にはですね、ちょっと私にはね、まだメール来てないんですけども、メールもね、来られている方いらっしゃるという話をね、聞いておりますので、 SPG アメックスね、保有されている方、またね、マリオットボムホテルね、ポイント泊される方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。まずポイントアドバンスって何ですかっていうね、話なんですけども、マリオットボンボホテルではですね、ポイント無料宿泊というのがね、できますよね。で、必要ポイントがその時点でね、なくてもですね、仮予約みたいなのがね、入れることができるんですよね。で、14日前までにですね、この必要ポイントを残高として保有していくとですね、その仮予約がですね、確定するっていった形になっておりまして、ポイント無料宿泊がね、利用できる制度っていう風になってるんですよね。日本でいうね、ゴールデンウィークとかお盆とか年末年始ですね、まあ、こういったね、繁忙期に関してはですね、ポイント宿泊っていうのはホテルによってね、枠が決められておりますので、かなりね、ありがたい制度っていう風になってたわけなんですけども、こちらがですね、一部ね、変更になったっていう感じなんですよね。ということで、規約変更後はですね、予約日から60日以内、またですね、チェックイン日から14日以内にですね、ポイント残高を保有する必要があるんですよね。で、この予約日60日、もしくはチェックイン日14日以内なんですけども、こちらはどちらかが早い方が適用っていう風になりますので、この点もね、押さえておいてください。でですね、仮にですね、ポイントが足りない場合ですね、こちらの予約はキャンセルになるっていう感じなんですよね。でですね、今まで通りこのポイントアドバンスの予約保有数っていうのは最大3件までね、保有することができます。またですね、一点重要なのはこちらのポイントアドバンスの規約変更についてなんですけども、既存予約も対象っていった形になりますので、先日のね、私の動画見ていただいてですね、もうすでにね、予約取られている方であればですね、60日以内、もしくは14日前までにですね、ポイントが足りないとですね、その予約はね、流れてしまうっていう風になりますんで、この点もね、今一度確認ね、していただきたいと思います。ということで、今回ね、このニュースはね、かなり残念ですね。このね、ポイントアドバンスっていう制度をですね、利用されてる方ね、結構多かったのではないのかなっていうふうに思うんですよね。マリオットボンボイホテルは予約開始がですね、350日前からね、予約することができるっていった形になっておりますんで、まあもうね、来年の予約とか入れられてる方もね、いらっしゃるかなっていうふうに思うわけなんですけども、ポイントはね、持ってればね、いいんですけども、ポイント保有されてない方はですね、かなりね、厳しいですよね。でですね、ちょっとね、今回の発表内容について分かりづらいかなというふうに思いまして、ちょっとね、カレンダーでね、説明させていただこうかなというふうに思っておりまして、本日5月の28日に、8月7日3連休の初日にね、予約した場合ですね、7月19日がですね、予約日から60日っていう風になりますので、この日までにポイント残高が必要っていう風になるんですよね。で、7月25日にですね、ピンク色のマークがねついていると思うんですけども、こちらはですね、チェックイン日の2週間前の7月の25日っていう風になってるんですよね。で、今回の規約変更ではですね、どちらの日付が早い方が適用っていう風になりますので、今回の予約ではですね、7月19日の方がですね、先に来るっていう風になりますので、こちらの日までにですね、ポイント残高が必要っていった形になるんですよね。で、こちらは8月7日でね、予約日を設定して開設しているので、予約日から60日以内の方がですね、先に来るっていった形になるわけなんですけども、これが仮にですね、7月31日の土曜日にね、予約した場合、チェックインね、2週間前がですね、7月の18日になりますよね。そうなってくると、予約した日によってですね、予約日から60日が先に来るか、
もしくはチェックイン日から2週間前の日がですね先に来るかっていうのは予約日によってですね変わるっていった形になりますので、今回の変更点のね一番の注意点はねここかなっていうふうに思っておりますので、この点ね注意して利用していただきたいなというふうに思います。いかがだったでしょうか。今回ですねポイントアドバンスの規約変更ということで解説させていただいたわけなんですけども、どうやらですねこのポイントアドバンスっていうのはですねかなりね利用されているそうでですね、こちらね海外のサイトに載ってたわけなんですけども、やはりねこのポイント宿泊っていうのはホテルによってね枠があるっていう風になっておりますんで、まあ3件までしか予約ができないわけなんですけども、このねポイント泊の枠をですねかなり圧迫しているそうなんですよね。まあそれもあって今回ねこういった感じの対応は取られたっていうね話なんですよね。ポイントアドバンスをね利用していない方からするとですね、先の予約をね取られてしまうっていうことがなくなるっていう風になりますので、直前予約がね多い方はメリットがね多いかなっていう風に思うわけなんですけども、やはりね争奪戦になる可能性があるね繁忙期がですね予約することがどんどんできなくなるっていう点ではですねかなり痛いのではないのかなっていう風に思うんですよね。ということで今回ですねマリオットボンボイホテルのポイントアドバンスの規約変更をねお伝えいたしました。ちょっとね動画短くなってしまったんですけども、今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。